阿久津海最後の1週間ですが、皆さんには遊んでもらいます。いつも通りだな。要するにネットカフェ、うわー最後の遊びがネットカフェか。てか前も来ただろう、インターネットカフェね。ふーん、こんな風になってきたんだ。前にも来ましたよね、河村さん。あれを調べておかなきゃ。なになに、そういう遊び、初めて来た体で楽しもうねみたいな。なんか覚えたし、前にも来たけど初めて来たっていう体で楽しもうねっていう謎の遊び。ほんで、あ、タカさんいいね。なんかパラメータ上がりそうだからタカさんはボレーさせといて、パラメータがなんかもう上がらなそうなやつは、あー、越前はどっちか上げられんな。フットワーク上げとこう、ダッシュ。もう上がらなそうってやつらは技を覚えさせておきたいんだけど、これ以上なんかあるかな。サクノちゃんとかどうしようかな。サーブを覚えさせたし、リターンないんだっけ。あとなんだ、スマッシュとかもないか。スマッシュ技、ボール破裂させてみるか。サクノちゃんどうだ。バウンド時にはボールが破裂してしまうので返せません。いいな、サクノちゃんが覚えるの。はい、太一一通り覚えてっかな。これインターバル系のなんか覚えさせようか。パワーアンクル外すとかさ、まあいろいろね、突っ込みどころがあるのはいっぱいあるんだけど、ちょっと全部は説明してらんないんだけどね。ショット系も、まあでもやっぱ試合で大事なのはショット系の技だからな。もう一個ね、発動位置が被らないやつなんか覚えさせときたい。あ、そうそうだ、これいこう。押したり有志の技だな、ひばり返し。バウンド後超高度まで弾んで場外に出る。場外に出るって響きがいいな。はい、アークツさんどうしよう。これもでも覚えさせてみようかな。目が赤くなるやつだ、赤やの。記録レベル2の状態でしか、まあ、発動条件がちょっとね難しいからね、なかなか出ないと思うけど、まあ覚えさせるのもないし他に。でいよいよ大会だな。さんが、うわー、ずいぶん強くなったな。しかしいいぞ。ここまで練習してきたけど、この先のレベルアップに何が必要かピンとこないな。ここで限界か。まあまあもう十分でしょう、タカさん的には。うん、いやー、これ十分でしょう、タカさん強いわ。で、危険モード、あいつじゃんけ、太一だ。太一がひばりが、あ、逆です、小僧さんとかぶる。あ、逆です、小僧さん使えない技だったよな確か。あ、いいんだ、全然いいや、なくなって。はいはいはい、はい、真っ暗だは強いんだけどね。爆裂祭、いいね。そんな感じでいきますか。来ちゃいましたよ大会。さて、大会時の特訓で何のパラメータ上げようかな。もう特訓での底上げもね大事だからね。パラメータ比較か。まあ越前はメンタル無事に SS にできたし、太一くんのフットワークあたり上げてあげたい気もすんな。いや、それよりサクノちゃんか。サクノちゃんを徹底的に鍛えるってのも悪くない気もすんな。
にあれでいいか、さくのちゃんは。太一を優秀なプレイヤーにしよう。お前は特訓だ。おい、ちょっと付き合え。試合前に確認したいことがある。この面倒見の良さよ。フットワーク。あばばいきなりなんだそのざまは。取れたです。よし取れたです。よし頑張れ、その調子。あばばくそ、あかんあかん、ボロクソじゃないですか。疲労残っちゃったよ。やばいな、疲労残っちゃうとね、あれなんですよ、次のお試合でスタミナ半分からスタートになるのよ。まあ、大丈夫だろう。うえー、越前リーダー、越前何次郎で、赤澤さん、カバジ、真田、手塚、何これ、チーム老け顔みたいな感じ。どういうつながりだ、どういうつながりのチームだ。いやもう最後の2人でチーム不敬みたいな感じにしか思えないんだけど。あ、友情度100になってんじゃん、この2人。いいな君ら、いいな、ええー、な君ら、な青春しとるな。今回どうしようかな、あ考えてなかったな。前回強すぎてドン引きした越前はこうシングルス1で最後に待っててもらおう。まあ、シングルス1は出番来ないこと多いしな。あでも今回は手塚だの真田だの相手が強いからな、出番回っちゃうかも。そうだ、今回相手が結構見た感じ強かったから、ちょっと佐久野ちゃんには引いててもらおうかな。シングルス2川村、いや阿久津行こう。阿久津のシングルスも見たい、まだないもんね。この2人まあそんなに仲良くないけど、やらせてみよう。よし、まあ、シングルスの2人で勝てると思う。仮に落としてもこっちも本気のオーダーだぜ。ヤングメン嘘つけ、若くないわ。やっぱそういう感じか、老けてるみたいな。何がヤングメンじゃ。あ、この2人がダブルスか。やばいな、ダブルスのカバジ結構強いんだよね。全員の技コピーしてくっからさ、このゲームだとシングルスよりダブルスの方が強いな、カバジは。お、やった、サーブは僕からですね。僕からですね。よし、初戦です。任せと決定のモンキー、ついに始まったな。俺たちの実力を見せつけてやろう。よし、よし、まずは挨拶ガールだよ、赤澤くん。一気に行くです。ストーン、決まったです。おやおや、どうした、返してこないのかな。おわ、すっげーショット返してくんな。オッケー、オラオラカモンって相手のなんかミスショットを誘発する技なんだけど、普通に決めやがった。うらっ、ならっ、バーニー、カバシのパワーが高いな、体力の、なんかアクロバティックな動きしたけど、カバジ、オッケー、すげえ、タカさん一人でなんとかした、やるな。そしてここでこれですよ、決めるです。これいいんじゃん、このダブルス。やりました、このゲーム取れたのは大きいです。大きいな、これは。よし、さあかかってきにしゃい。俺も前に出る。よし、いいぞ、いろいろ出したいな。ローサスターは使いたいもんね。グライト、なんかグライトってなんかあのケロックコーンフロスティの CM を思い出すな。技多様にしとこう。タカさんどんどん技使えよ。出し惜しみしてんじゃねえ、あれがあるだろう悪い顔してるぜ。うわっ、うし、くそー、ダダダダーン、水差してやるよ。
もう腹が立ったから水を差してやったよ。お、グレイト、うい、エキサイティング、やるじゃん、タカさん。ただの寿司屋じゃなかったんですね。うら、取ります。え、何してんのお前ら。なんかすごいことになってきました。今なんか直接ラケットで殴ったみたいになったけど、赤澤さんが。大丈夫か君ら。そ、な、な、仲悪いの。ほら、うら、ほら、それ、よし、おいおい、楽勝じゃん。なんかもう楽勝っぽいじゃん。ドリア、えい、ちょろいぜ。ロフをあげたお前が悪いぜ。ヤッフー、ウフフー、オーガー、決まったで、これで決めるぜ、ビクトリー。頼むよタカさん、なんか最後技で決めたいな。行くぜ、技で決めさせてくれ。きたー、勝手にしな、もらったぜ。お、全員来た、やれ、ええぞ。強くなったな、太一。ああ、そうだな。よしよしよし。あとは残りの2人のどっちかが勝てば。うわー、あかん。勝てねえ。これ勝てねえんじゃねえか。け、どっちでも変わらねえよ。お前が負けることにはな。いや、こんな奴らとやっても面白くないぜ。嘘だ。任せておけ。必ず次に回す。お前プロも注目してる手塚さんやぞ。中学テニス界最強の男だぞ、雪村と並んで。ほら、うん、スケスケだぜ。うわ、あれを返すか。ほら、うん、前に出りゃこっちのもんよ。おし、すまんね、いけるいける。こっちのサーブは落としちゃいけねえな、うん、最初のゲーム落としたら負けるぞ。ほら、もう逃げらんねえぜ、逃げらんねえぜ、うん、お、いいねいいねいいね、おしおしおし、これは取れる、ここは取れる、ほら、うん、ほらほらよ、ええー、さあどんどん来い。すっげえとこからボール飛んできたけど、何今の。まあまあまあ、ポイント取れたから結果オーライよ。まずい、よし、さすがに見逃さんか。俺はこっちだぜ、手塚。俺の動きが見切れるかな。おーし、すまんねえ、ほらほら来いよ手塚。おい、お、これ勝てるわ。くだらねえ、意外といけるもんだな。まあ相手のチームの友情度が多分これ高くないからな。友情度が高いチームだと結構さ、最初から気力レベルが高くて技ガンガン出してくるから困るんだけど、あんまり技出してこないからレベル1で、うん、いってるそばからゼロ式は無理。ゼロ式は無理。やばい、レベル2にしちゃった。やばいな、これ気力レベル上がってくる前にさっさと。そうしてねえな。手塚に向かって返されてんじゃねえか。ちょっと待って、何した。何してるんすか、靴先輩。手塚さんに言う言葉じゃねえぞ、素質ねえなって。あ、どうした、綺麗な空振り、お手本のような空振り、やばい。素質ねえなで俺が動揺した。やばいやばい、レベル3にしちゃった、気力レベル、うん、さっさと片付けないと。ほら、気力レベルが上がるほどまずいからね、相手の。あ、届か、うわー、やるなぁ、さすがだなぁ。もらった、もう逃げらんねえぞ。よしよし、こっちもレベル3にしたいな。レベル3になればナックルが打てる。まずい、よし。やばいやばいよ、
ずるすけじゃねえの。どうした、うっ、決まれ、無理です。やばいな、押されてきてんな。しかし、ほら、うわ、え、何、どうなった、どっかに別品のお姉ちゃんでもいねっかな。あ、やばいぞ、あ、やばいぞ、そうだ、何次郎のリーダー技さ、両方の気力レベル1にしてくんのよね。行くぞ。まずい、やばい、ここでリーダー技が効くとは思わなかった。気力レベルが1になってしまったよ。よし、鋭い球を打ってくるよな、やっぱり。こらった。それそれ、そういうの、そういうプレーが毎回できればな。向こうが技を対応してこないうちに、まずいぞ。手塚ロブ効かねえだろうな、やっぱり。くっそ、行くぞ、こっちか、うわー、今拾えたな。どうした、今拾えたよな、技で。まだ試合は終わっていないぞ。しまった、まだ負けるわけにはいかねえぜ。強いやつなら全国にたくさんいるぞ。焦りがプレイに反映された。ひでえ。すみませんでした。こう動画を視聴してる全ての皆さん、免許、免許、サーブもーらい、まあ越前がなんとかしてくれるっしょ。あとは退屈だったから回ってきてよかったよ。お、いいね、なかなかやるようだ。そのふてぶてしさがいいね。よっと、っ、うわ、俺の手が震えている。もらい、よし、はい、どうする、どうする、大体もう中学生じゃねえだろ、どう見ても。どんどん行くよ、反則だよ。おらモルタで、ちゃんと中学生を試合に出せよ。これあるのみ、シングルスの2人が明らかに前出られるとまずい。うひー、甘いな。やっぱ基本スペックが高いね、相手もこっちに負けず。よし、あ、やばいな、ギリギリ狙いすぎてんな。もうほんとギリギリのところで角度つけようとしてるから。もらった、そろそろ行くよ、ボールが、うっ、返した、くっそ、うーん、うむむむむむ、テイムコって結構返されるのよね。遅いよ。それも返すの、よし、こんなもんかな、汗だくじゃん、汗だくじゃん、いいね。どうしたんですか、真田さん、山のごとしとかやってくださいよ、あれやってくださいよ。山のごとしとか風のごとしとかやってくださいよ。じゃあ調子乗ったら、調子乗ったらこれだよ。もらった、行くんじゃねえぞ。よし、全員来た時のライジングは返せまい。うい、このバウンドよ。よし、調子上がってきたか。気力レベル5になっちゃえばこっちが負けることはないんだ。うい、こんなもんかな、こんなもんかな、ざっとこんなもんかな。もう一発、
行くぞ。お見舞いしてやるぜ。寝てんじゃねえぞ。お前ずっと寝てんな本当に。起きろ、ちゃんと応援しろ。タカさん悪い顔してるぜ。ほんでイエーイ、ね、強いな。今のセカンドサーブ一眼ライジング強いな。まだね、よし勝てる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 んだ。行くよ。ん？見せてやろう。おっと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 。普通に返せた。普通に返せたでござる。よし、ちょろいぜ。真田さんって皇帝って呼ばれてるんでしたっけ？意外と大したことないんですね。体に当たっちゃいましたけど大丈夫っすか？いけ、遅いよ。おい、おとれや。あ、やばい。あるのみ。テインボ結構返してくるような。うわやっべやっちまった。せっかく覚醒したんだから技どんどん出していかないとな。でもテインボは仮に返されても相手の体力削る技だからいいんだよね。 KO で勝つには都合がいいよね。おやおやおや、皇帝さんどうしたんですか。あっちゃー、あー手元が狂っちゃいましたねこれ。あーなんか手元が狂っちゃいそうな予感がするなこれ。まずまず、おおおあーちょっと調子良くないですね。さよなら。どんどん行くよ。真田さんって皇帝って呼ばれてるんですよね。危険するぜ。俺の勝ち。あんたも割と頑張ったけどね。やっと終わりかよ。お前負けたくせに何がやっと終わりかよ。はあ楽しんだ。おや、まだ残ってたんだ。その運がどこまで続くかね。お前2回負けただろうが。お前のチーム、それはこっちのセリフだよ。イカサマした挙句スコアボード逆じゃねえって。オッケー、幸先のいい勝利よ。結構強敵だったからな。手塚も真田もここで出てきちゃったらあともう強キャラ後部桐原ぐらいしかいないし、まあまあいいか。どんな相手と当たるか楽しみにしつつ今回はこの辺でと。ありがとうございました。いやー最後は気持ちいい KO だったぜ。